はい、いきますよ。問題です。宅建業者が宅建業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付き建物を購入する場合、買い主である宅建業者は重要事項説明をする必要がなく、また重要事項説明書自体作成しなくても宅建業法違反とはならない。はい、これ丸か×かですね。タップして入力してください。ということでいきますよ。はい、アンサーチェック。割れてますね、微妙に。はい、丸 70%、 ×29%、 割れてますよ。私が思ったよりも割れてますね。こういう風に割れるとやりがいがありますよ。いきますね。はい、答えは丸です。重説はですね、取引に介在した宅建業者が買い主に交付して説明をするんですけども、売り主にはまず不要です。これは分かりますよね。で、このケースだと宅建業者がですね、買い主で登場するだけなんですよ。要するに一般個人から業者がただただ買い取ってるだけなんですよ。なのでこれ重説は説明も交付もいらないんですよ、ね、自分で作って自分に出すのって話になってくるんで、これいいですかね。これね、すごい重要なんですよ。ここ本当間違える人多いんです。で、これね、この問題だけやってもまだね、これ次の問題を間違える可能性があるんで、次の問題ね、ちょっと関連性があるんです。じゃ、ここちょっと集中的に皆さん攻撃します。問題です。宅地の売買の媒介を行う場合、売り主および買い主に対して重要事項説明書を交付して説明しなければならない。また買い主が宅建業者である場合は重要事項説明書の交付は必要だが説明は不要である。アンサーチェックいきますよ、ね。はい、アンサーチェック。はい、×77%、丸 22%。 さあいきますよ。答えは、はい、×です。はい、ポイントは理由ですよ。理由いいですか。重説を交付して説明する相手ってのは買い主だけです。これ、ね、実務で売り主にもね、あのサインもらったりするんで、なんか誤解してる人いるんですけど、買い主に説明すればいいんです。これは実務だとですね、売り主にも交付するケースがあるので誤解しやすいので注意が必要です。宅建業法上はこれから買う買い主にだけ交付して説明していれば問題ありません。また買い主が宅建業者である場合は、ある場合の記述は正しいです。要するにさっきの問題との違いを関係図を書いて理解してほしいということなんです。これ分かります、さっきの問題との違い。さっきの問題は媒介業者も何も出てこないわけですよ。ただただ業者が素人から買い取ってるだけだから、重説の交付も何も必要ないわけですよ。自分は勝手に買ってるだけなんで。だここは取引にいろいろ介在してきてるので、要は媒介業者はちゃんと買い主は宅建業者でも重要事項説明しなくていいけど交付はしなきゃいけないよって、そういう話です。ここの違いが理解できてない人が非常に多いんでご注意ください。問題です。宅建業者が代理人として売買契約を締結し建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。いきますよ。はい、アンサーチェック。さあ割れてますよこれ。はい、×66%、丸 33%。 さあどっちなんでしょうかね。微妙に割れてますよねこれ。はい、いきますよ。答えは、はい、×です。これはい、どう罰かいきますよ。これ買い主が宅建業者に代理を依頼した場合というのは、依頼を受けた方の宅建業者、ね、は依頼者に対してちゃんと重説しなきゃダメですよって話ですね。これ今理解できてますかね、この問題の意味を。要するに代理で依頼を受けたら、その依頼をしてきたその個人の買い主の方には重説しなくていいって、この選択肢言ってるんですよ。いいわけないですよこれ。だからね、ちょっとね、頭こんがらがるかもしれませんけども、そういうことを言ってます、これ、この問題は。はい、問題です。宅建業者 A が自ら売り主として、宅建業者ではない買い主 B との間で締結した宅地の売買契約において、 B は A の仮設テント張りの案内所で買い受けの申し込みをし、2日後 A の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後 B が宅地の引き渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、 A は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。さあこれも最後です。これで過去問パートは最後です。アンサーチェックいきます。アンサーチェック。 ×82%、 丸 17%。 まあここはね、結構難しいというか苦手にしてる人はいるんじゃないですか。答えは×です。
はい、この問題ですね、ポイントはクーリングオフできるですね、8日間のルール、クーリングオフできるですね、8日間ルールと、もう一つの方ですね、物件の引き渡しを受け、かつ代金全額を支払った後はクーリングオフできないっていうこの知識ですね、これ覚えてましたでしょうか。で、告知日はこれはっきり書かれてないっていうところがポイントなんですが、仮にですね、申し込みの時点で告知されて書面が交付されていたとしても、解除の書面を送付した日は8日目になるのでクーリングオフが可能でございます。ちなみにですね、解除の書面を発した時点でクーリングオフの効力が生じます。つまり書面を発送した時点で契約解除になるので、 A が解除を拒むことはできないっていう、そういうお話でございます。よろしいでしょうか。はいはい、いいですか。はいはい、これで過去